マクスウェルの方程式の説明、これをしたいと思ってます。沢山慎太郎です。理論物理学者で、理学の博士を持ってます。マクスウェルの方程式ですけど、まず、D と B を、まあ、このように定義して、まあ、イプシロン E と μH で定義して、D を電速密度、H を磁速密度とします。この時、マクスウェルの方程式というのは次のようになっています。ここに4つ式が書いてあるんですけども、これは全部で、ベクトルの式が2つなので、デスカラーの式が2つなので、8つです。で、もうちょっと電波と磁場についてよく話そうと思ってます。電波とか磁場、そういうものは、ベクトル場って呼ばれるものでして、このように書くことができます。つまり、ベクトルの成分が t、x、y、z を含む4変数関数なんです。こういうのをベクトル場って言います。まあ、3次元空間のあらゆるところにベクトルがあって、時間とともに変化しているような感じです。まあ、ただ、あらゆる点にベクトル空間がある。というのはちゃんとした定義ですけども、例えば点点か球がある場合、電波は、このようにかけて、k は 4πε 分の1です。ここで r ハットっていう向きのベクトルがありますけども、まあ、これがこのように単位ベクトルなわけです。まあ、単位ベクトルというか、ノルムが1のベクトルなわけです。このような場になります。そして、ちょっと、マクスウェルの方程式を説明するにあたって、ベクトル解析という知識が必要になるんです。主に、グラディエントっていうものが、このナブラ F ともかけて、このスカラー関数 F をベクトルに直すと。で、ダイバージェント E っていうのは、ナブラ .E、ナブラと E の、ナブラとベクトルの内積で、まあ、このようになってます。で、ロテーション B。ロテーションとは何かっていうと、ナブラかけるの外積の B としてこのようになってます。で、ナブラという記号はこういうベクトルの、微分の演算子なわけです。で、グラディエントのことをグラディエントって言って、傾きを意味して、ディブはダイバージェントのことで発散を意味し、ロットはロテーションのことで回転を意味します。まあ、このような、グラディエント、ダイバージェント、ローテーション、これが必要になるわけです。で、ダイバージェントとローテーションの意味を説明したいと思っています。で、ダイバージェントの意味ですけども、まあ、ダイバージェント E、まあ、このような形になりますけども、これに、微小体積で当たる dx、dy、dz をかけると、まあ、このように変化します。で、この時に、この dx, dy, dz が1という単位体積の極限を取ると、ダイバージェントの意味は、単位体積からどのくらいベクトルが出ていくのかを記述しているとわかるわけです。要するに、この dex, dy, dz は、x 方向に抜けているベクトルのことを意味して、あとの2つの項は同じようなことです。そして、ロテーションの意味ですけども、例えば Z 成分だけを考えてみると、まあ、ロテーション B の Z 成分はこのようになってますが、Y 方向と X 方向の周回は、一周してどのくらいの変化があるかを考えます。そうすると、まあ、dby, dy, dbx, dx となって、これはこのような、に書けます。で、ここで、デルタ x が1、dy が1の極限を取ると、まあ、ロテーションになっているので、まあ、ロットは、円周1の周回和を意味します。もしくは周回積分です。まあ、ここで、xy 平面の四角形の辺の上の和でありますけども、反時計回りに和を取ってます。また、
周回馬なので DX の方はマイナスになっています。そしてマクスウェルの方程式の説明に入りますが、その一番目ですけども、まあ、高校の電磁気では電荷 Q から Q 割るイプシロンの電気力線が出ていることを知ったと思いますけども、このダイバージェント D イコールローというのはそれを意味しています。でこのローはまああれですよね、その電荷分布です。また磁気磁場には電荷のようなものが存在しない、要するに単磁子というものは存在してないわけです。何かから生み出されることはないわけです。まあそれをダイバージェント B イコール0で表しています。これで2つの方程式表しました。でさらにマクスウェルの方程式の説明2ですけども、このロテーション E プラス B の時間積分が0の説明ですけども、これは ロット E っていうのは電場の周回積分なので電位を意味しているわけです。つまりボルトですよね。よってこれは磁場の変化によって電位差が生じるという誘導起電力を意味しています。で最後にロット H-D の時間微分が J という電流になる、こういうこの意味ですけれども、左辺第2項を取り除けばロット H イコール J となってて、これはアンペールの法則 I イコール 2πR 分の H を意味しているわけです。またこの D の時間微分がのマイナスをつけたものが電流になることも実験から分かっています。でマクスウェルの方程式の自由度ですが、これ実は三成分のベクトルの式が2つで6個の式と2つのスカラー式なので全部で8つあります。また電流のベクトルを決めるのに3つの式が必要、要するにベクトルなので3つの式が必要であり、電荷密度ローを決めるのに1つの式が必要なので全部で12の式があります。それで EDBH を独立な変数を持つベクトルとすると求める成分は12個で、方程式の数と一緒なので方程式は閉じているわけです。で終わりですが、何か質問があれば答えます。ここのメールアドレスにメールを送ってください。で終わりです。